トゥース。すごい信号無視だなこいつ。この単車信号無視でしたね。どうだこいつは。なのでね、早朝はこんなやつがいるんでね、気をつけた方がいいと。まあ、なんかの動画でも言いましたよね。これこんな運転するんですよ。アホですね。右に行ったり左に行ったり。どうなんでしょうねこいつ。でウインカーも出さんと。アホです。多分あの辺に仕事行くやつなんでしょう。まあ、早朝はね、本当はっきりと言って、アホが多いです。はい。アホが多いというか、アホがたまにいますね。はい。そういったところで、本日、2022年6月1日、なりました。はい。トゥース!親父です。今日はですね、ブラックな会社について、ブラック企業についてね、話していこうかなと思っております。今人がいましたね、歩きタバコで。多分ね、あの吸い殻もポーンとしてるんでしょうけれども、はい。まあそんなことはどうでもいいですな。じゃあ今日もね、ザックバランにラジオ代わりに話していきたいかなと思っております。じゃあブラック企業について、いろんな YouTuber の方がね言ってますけれども、でこの前というか、休憩時間にね、ちょっと聞いたじゃないですけどもね、まあ見出しだけ、サムネイルの見出しをちょこちょこっと見て、まあ触りのあたりだけ見たんですけれどもね。でブラック企業のなんか3選3つほど挙げて言っておられる方がいましたね。で、多くのトラック YouTuber はね、まあ同じような発信するんですけれどもね。でブラック企業と分かった時点で即やめなさいと。これがね、ほとんどです。でもね、私は、すぐにやめろとは言いません。でね、悪いけれども、そういう人ってね、職を転々としています。ちょっと気に入らん。ちょっとね、何か気に入らないところがあったらね、もうやめたと。もうね、今まで、もうね、履歴書に書ききれないぐらい転職をしている。悪いけれども。で、まあ、いろんな職場をね、転々としている方は、まあ、それなりの、その職場のいいところ、悪いところもね、まあ、知っているんだろうけれども、私に、言わせれば、あんまり良くはありません。そういう人の発信はね、信じるところもあるんですけれどもね、あまり信用しないですね、私は。はい。私は他の YouTuber の方とね、違う発信するのでね、まあ、あえて違う発信するんではなしに、違う考えです。で、ある点ではね、一緒ですよ。で、とても環境が良くない、そんな会社はね、とっとと辞めてしまえと。私も、とっとと辞めた人間の一人なんでね。まあ、偉そうなことは言えませんけれどもね。でも、私は、
自分が行った会社がありあのブラックの会社だったらね、変える努力をしなさいと。職場の環境が悪ければ働きやすい、納得はいける、でそこの会社でに勤めて働いて、で楽しい職場にしなさいよと。私はねそう思いますわ。で何でもかんでもね、もうなんていうかね、例えば自分が休みたい時に休めないで、まあ、給料が安いで休みが少ない、多くの人はねそういったことでね辞めてしまうと思います。で会社係とうまくいかない、同僚とうまくいかない、先輩とうまくいかないと、で人間関係がなんか面白くないと、なんか気に入らない顔のやつがいると、事務員がブスだとかね、事務員がデブだとかね、えそんな感じでいて、人の悪口ばっかしをね言っているんですよね、そういう人っていうのは。もうね、なんちゅうんですかね、ネガティブって言うんですか、何かね、で人の荒探しをするというかね、そういう人もねいます。でなんかね発展性がないっちゅうんかな。で例えばですよ、まあ、給料は安いとそう思うんであれば、うちの会社給料安いわ、もうやめた、ではなしに、給料を上げてくれませんかと、そういったね交渉することもね大事なんですよ。もしかしたらね給料上がるかも分かりませんよ。で多くの会社はね、サブロク協定というのがね、あると思います。もしくは、組合がね、あると思うんですよ。で、従業員代表がね、もちろんいます。そんな中でね、みんなで話し合って、うちの会社給料安いよね。なんか単価が安いよね、と。で、ベースアップのために、ちょっと交渉しようと。で、みんなでね、話し合ってね、やればいいんですよ。でそれをね、なんかすぐね、イチャモンつけてするというのは、まあ良くないというかね、はい。でそういったね行動を起こして、まあ社長に直談判すると。社長でなくても、まあ、それに近い、なんか、まあ、要するに経営に携わってるとかね、そんな、ちょっと給料にね、携わっているような人に交渉すると。で、休みがなければ、休みも取りやすいように交渉すると。といったことをね、することがね、大事だと思います。もう何でもかんでもね、不平不満ばっかり言ったんじゃね、ダメですよ。どこに行っても通用しません。それはね。で、あなたに会う会社というのはね、実を言うとね、ないんですよ。実を言うとないんですよ。何かしら、どっかでね、我慢しているから、勤めることができるんです。100% 満足するような会社ってね、ほぼ皆無だと思います。でもね、中にはね、あると思いますよ。100% 完全に自分とマッチしていると。みたいな会社もね、それは、いつかはあるかもわかりません。いつかはあるかも知りませんけれども。探せばね、どっかあるかもしれませんけど。まあ、そうそうないですね、そんな会社は。ですので、文句ばっかり、言ってね、こういう会社はブラックだからやめた方がいいよ、ああいう会社はねブラックだからやめた方がいいよと言ったようなね人もいますけれども、じゃあ
じゃああなたはそれに対してどういう行動をしたのかと。で、ただ、ただ黙って、なんか気に入らんから、もううじうじしてからもうやめだと。そんな人はね、どこに行ったの、どこに行ってもね、通用しませんよ。どこに行ってもね、すぐに やめてしまいます。私はね、そんな人はね、そもそも、もうね、労働者としては失格だなと思いますね。で、自分の条件に合わなければ、条件に合うように会社にしょ、交渉しなさいよと言ったところですよ。まあいつか言いましたよね、ボールペン備品がない会社、まあなんて言いますか、メモ用紙も1枚もない、ボールペンもない、自分が用意をしてこないといけない、メモ用紙も自分が用意をしてこなくちゃいけない。で、そんな時に私は そこの営業所のね、営業所のまあ一番まあそこの営業所では一番偉い人に交渉しました。ボールペン買ってくれよ、メモ用紙買ってくれよって。そしたらですね、ダメだったんですね。いや、それはボールペンはあなたが買ってください、ボールペンを買うような会社はいませんよと。ボールペンを置いとくような会社はどこ探してもいませんよ。メモ用紙自分で準備してください、そんな会社はどこにもありませんよと。もうね、そんなことを言われたんでね、あー、ここはダメだなと思ってね、それで、まあ、交渉してダメだったんでね、まあ人間性も見ましたよ。まあ1ヶ月ほどね、人間性を、あ、この人間はダメだなと、もうここの営業所を変えてやろうと思ったけれども、まあ、こいつに言ったってダメだって、会社は動かないと。まあその上のね、本社に直接行ってやればよかったんですけれどもね、まあそれどころじゃない、もうね、まあそいつがリーダーでいる限りはダメだなと、まあ変えるにもね時間がかかるなと、まあそう思ったんで、私はまあ速攻で辞めたわけなんですけれども、私は交渉はしました、交渉はしてダメだったので辞めました。なのでね、あなたも交渉してみればいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。で、会社あっての従業員です。で、逆に会社は従業員あっての会社だと思うんですよね。従業員がよくやるから、よくやってくれるから会社に利益をもたらしてくれると。で、我々は従業員からしては会社がしっかりと仕事を我々にくれるから給料を稼がせてくれるんだと言ったね、そういう気持ちでね仕事をしたらもっといい関係になるんじゃないのかなと思いますけれどもね。で、不平不満ばっかりね言っちゃダメですよ。で、そのくらいのことは我慢しましょうやということもね、ことはね世の中あるんですよ。それくらいは我慢しましょうやと、これ それくらいはいいんじゃないのと言ったこともねあるんでね。まあ人によってはいや、これは絶対我慢ならないなということもね、まあ確かにありますけれども、まあ不平不満を言う前に、あなたは会社を変える努力をしたんですかと言ったような話を今日はしてみました。あなたの会社はどうですか、あなたの意見聞いてくれますか。もう花からね、それはダメだというのはね、そういった会社はね、ちょっと考えもんですね。はい。まあ私は、自分の会社、自分が在籍している会社を良くしようと思って、たまに大きな声でね、言いますよ。叱ることもあります。はい。
だからこの会社はダメなんだと言ったこともあります。今の会社ですけどもね、だからこの会社はダメなんだと、この営業所はダメなんだと言ったこともね、言ったこともあります。はい、あなたの会社いかがですか。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。